レポートの作成前回のレッスンでは入力されたデータをもとに計算結果を出力する計算フィールドを作成しましたこのレッスンではアプリケーションのレポートを作成する方法を学びますカスタムアプリケーションを作成する一つの理由に見やすくデータを表示するということがありますファイルメーカープロのレポート機能を使うと データのパターンとトレンドを見やすくデザインすることができますこのレッスンではレポートの計画方法必要な結果を得る方法レポートレイアウトの作成方法さらに集計フィールドを追加し読みやすいレポートに仕上げる方法そしてレポートからグラフを作成する方法を学びます作成を始める前に 完成したレポートの使用目的と表示すべき情報は何かを考えましょう例えばセララピススト間のの作業負荷のバランがが適正かを調べることなどがありますその場合1週間でクリニックが提供したサービス時間の合計を出力しセラピストごとの承継も分かると良いでしょうそれによって作業負荷を比較することができます 以前のレッスンで iPad からデータを入力するためのレイアウトを作成しました今度はレポート作成ですただし iPad でもデスクトップでも見られるようにしてさらに印刷まで行えるものを作成しますこのタイプのレポートは象形レポートと呼ばれるものですリストレイアウトを基本にしていくつかの機能を加えます いくつかののグルーープに分けたレコードのリストがありそのの上下にいくつかの追加情報を置きますリストレイアウトのようにレポートの作成を始めますレイアウトモードに切り替え新規レイアウトレポートボタンをクリックします提供したサービス時間を集計したいのでレコードを表示でサービステーブルを選択します名前は サービス時間レポートとしましょう。このレポートはデスクトップで利用する管理者用に作成します。そのため、コンピュータ、リストと選択します。完了をクリックします。レイアウトは3つのパートで構成されています。リストレイアウトと同様に、ヘッダ、ボディ、そしてフッタです。スケッチによると、 レポートにはセラピスト、サービス名、訪問日付、そしてサービスごとの時間を入れる必要があります。インスペクタの1パネルを開きます。幅の値を768とします。なお単位がポイントではない場合は、クリックしてポイントに切り替えます。幅の値を768と指定すると、レポートのサイズがウィンドウにフィットします。 フィールドピッカーを開きます。サービステーブルからサービス、時間を選択し、フィールドの配置は横に並ぶ形式とし、ラベルは上部にします。フィールドをボディの右側にドラッグして配置します。そしてフィールドはボディ内に、ラベルはヘッダ内に配置します。それぞれのパート内に適切に収まるように配置します。 訪問日付とセラピストフィールドは、訪問テーブルにあります。訪問テーブルに切り替えて、フィールドを選択します。サービスと時間の左側にドラッグドロップします。ラベルとフィールドの位置を整えます。ブラウズモードに切り替えて、セラピストとサービスを確認してみましょう。 これがレポートのベースとなるデータです。次のステップではセラピストごとにサービスが表示されるようにグループ化します。それによりグループごとにレポートを作成できるようになります。そのために小形パートと呼ばれる特別なパートを作成します。レイアウトモードに戻ります。そしてレイアウトメニューパート設定を選択し、 作成をクリックします。承継相当対象を追加します。承継パートは、特定のフィールドで相当された時のみ表示されます。ファイルメーカーは、データをどのようにグループ化するかを知っておく必要があります。そのため、セラピストごとにグループ化するのであれば、セラピストを指定しておきます。訪問テーブルから、 セラピストを選択し、OK をクリックします。集計結果の上か下のどちらに印刷するかを選びます。スケッチによると、セラピスト名はサービスの上側にあります。上に印刷を選び、終了をクリックします。レイアウトに新しいパートが作成されました。セラピストフィールドをコピーして、 新しいパートにペーストします。ブラウズモードで確認しましょう。新しいパートは表示されていません。まだセラピストで相当していないからです。相当をクリックします。相当条件は訪問テーブルのセラピストを指定します。 ソートをクリックしますセラピストごとにグループ化されレコードが表示されましたそれぞれのグループに象形パート用の込み出しがついています目的のレポートに近づいてきましたセラピストごとに訪問時間の集計を行えば作業負荷を比較することができますそのためにもう一つのパートをレイアウトに追加し 集計フィールドを配置します。レイアウトには複数の集計パートを設定することができます。レイアウトモードでパート設定ダイアログボックスを開き、作成をクリックします。そしてもう一つの集計パートを追加します。セラピストを相当対象にして、セラピストごとの集計を行います。表示位置は集計レコードの下にしたいと思います。 下に印刷を選択し、終了をクリックします。これで、承継パートがボディの上下に作成されました。セラピストごとのサービス時間を集計するには、新しいフィールドが必要です。ファイルメニュー、管理、データベースを選択します。フィールド名は、サービス時間合計とし、集計タイプを選択します。 これは、象形パートに用いるためのタイプです。作成をクリックします。様々な集計の機能を選択できます。この場合は、合計、時間を選びます。OK をクリックして、さらに OK をクリックして、データベースの管理ダイアログボックスも閉じます。サービス時間合計フィールドが追加されている場合は、一旦削除し、 ボディーパートの高さを整えますなお新しいフィールドをレイアウトに自動的に追加されないように設定することもできます環境設定からレイアウトタブを開きます新規フィールドを現レイアウトに加えるのチェックを外しますこれにより新しいフィールドが自動的にレイアウトに追加されなくなります フィールドピッカーでラベルなしのオプションを選びサービス時間合計フィールドを下側の承継パートにドラッグドロップしますブラウズモードで結果を確認しますスクロールして確認してみるとセラピストごとにサービス時間が集計されていることがわかります加藤さんの合計時間佐藤さんの合計時間 さらにスケッチに近づきました。総計をレポートの最後に追加します。全体のサービス時間の集計を表示するためです。これには専用のパートが必要となります。レイアウトモードでパート設定ダイアログボックスを開き、作成をクリックします。そして、後部総計を選択します。 承継はグループごとの集計結果を表示します。総計はすべてのレコードの集計結果を表示します。総計は対象とするすべてのレコードを集計するため、承継のように相当に依存するものではありません。サービス時間合計フィールドを後部総計パートに追加します。今度はラベルも付けます。 必要に応じてラベルのテキストを変更します。ここでは総計とします。ブラウズモードに切り替えます。このレポートにはスケッチに基づいて必要な情報が大量に表示されています。読みやすくなるようにいくつかの書式を整理します。現在のレポートは適切な情報が表示されていますが読みやすくありません。タイトルを追加できます。 全ての行にセラピスト名を表示する必要もありません。象形は太字にした方が分かりやすいはずです。時間と時間の象形は右寄せにすると桁が増えてもきれいに並びます。上下の線は消した方がすっきりするでしょう。レイアウトモードに切り替えます。まずタイトルを配置するためにヘッダーパートを広げます。 列のラベルを下げます。シフトキーを押しながらドラッグすると垂直方向に固定しながら移動できますテキストツールを選びタイトルをつけますサービス時間レポートと入力します24ポイントにします 位置を整えますボディーパートからセラピストフィールドを削除します小形パートの込み出しに表示されているので必要ありません左からセラピスト訪問日付となるようにラベルとフィールドを移動しますセラピストフィールドと2つのサービス時間合計のフィールドが目立つように ボールドにします三つの時間フィールドを右揃えにします必要に応じてフィールドの幅を縮めますブラウズモードに戻りここまでの設定結果を確認します小径の上下の線を消しましょう レイアウトモードに戻り、いずれかの象形パートを選択します。インスペクタの外観タブで、線をなしにします。同じ作業をもう一方の象形パートでも行います。ブラウズモードに戻ります。スケッチ通りになりました。今のところ、レポートはすべてのサービスレコードを表示しています。 ユーザーは週単位などの期間を設定してレポートを表示したいでしょう。次のレッスンではスクリプトを学びます。ユーザーがレコードのサブセットを抽出してレポートを開けるようにスクリプトを作成します。詳細なレポートは便利ですが、ユーザーによっては視覚的にわかるものを好むでしょう。象形のレポートが出来上がっていますので、グラフは簡単に作成できます。 すでに相当、グループ化、そして集計フィールドの作成は済んでいます。集計フィールドで右クリックして、グラフ、訪問、セラピストに基づくサービス時間合計のグラフを選択します。ファイルメーカープロは、象形グループに基づいてグラフを作成します。デフォルトのタイトルはフィールドを元にしています。シンプルに変えることができます。 サービス時間グラフと入力しますタイプのドロップダウンリストでさまざまな種類のグラフを選ぶことができます X 軸のタイトルはセラピストに変更しますスタイルのパネルで視覚的なスタイルを柔軟に設定できます 設定が終わったら、レイアウトとして保存をクリックします。グラフのタイトルをそのままレイアウトの名前にします。OK をクリックします。グラフによる新しいレイアウトが追加されました。このレッスンでは、小型レポートの計画方法と、作成、集計フィールドと小型パートを使ってデータを集計する方法、 レイアウトとオブジェクトを整理してよりレポートを見やすくする方法そしてレポートを元にグラフを作成する方法を学びました次のレッスンではスクリプトを体験しますスクリプトでアプリケーションの操作が便利になりレポートとグラフの作成もより簡単になります